今食べてほしい旬の味わい、春キャベツとあさりのワインバター蒸しです。あさりのうまみが春キャベツに染み込んで美味しいですよ。キャベツがね、色が綺麗ですね。食感が最高にいいですね。このうっすらと塩味がね、またあさりのうまみがあっていいんじゃないですか。あさりと相性いいんですね。美味しいです。では早速作り方を教えていただきましょう。レストランシェ出島の総料理長、坂本陽一さんです。よろしくお願いします。春キャベツもあさりもどちらも旬で美味しいですよね。そうですね。もう今が本当に春キャベツは葉っぱが柔らかくてですね、で甘みもありますし、あさりに関しましても今春の産卵期で身も、ふっくらしてですね、美味しいですので、ぜひ今のシーズンに食べていただければと思います。はい、今日はたっぷり食べていただきたいので5人分の材料で紹介します。はい、まずは春キャベツの下ごしらえですね。はい、キャベツですね。こちらいますね。はい。大きめにちょっと切っていきたいですので、一口大にですね。これをですね、まあこうやって巻いてますので。2つから3つぐらいにちょっと分けていきましょう。はい。こんな感じですね。一気にこう重ねて切るのではなく、分けた方がいいんですか？外から切ると中がもうちっちゃくなってしまいます。ですから切り方をちょっと変えていただいてですね、こういう感じで、ここは2等分しましたけど、今度ここは3等分にするとかですね。でさらにここは半分入れた後にこういう感じで5等分とかなってくるかと思います。はい、することによってサイズ感がだいたい揃いますので、こういった切り方をしていただければと思います。一口大くらいにカットしていくんですね。そうですね。はい、はい、このように春キャベツは大きさをこう揃えるような形で切ってください。はい、さあ続いてもう一つ旬なのがあさりですけれども、あさりは砂抜きするのがポイントになりますね。食塩水をかけてですね、砂抜きするんですけれども、海水と同じ 3% の塩分濃度にしてください。だいたいですね、この食塩水は水 300cc に対して塩小さじ2の割合で作るとちょうどいいと思いますよ。少しこのあさりの頭が出るかなくらい、水をかける方がいいそうです。そしてこの時坂本さん、もう一つポイントがあるそうですね。はい、あさりはですね、冷暗所で、することで塩をよく出してくれますので、まあこういった時にですね、こうちょっと濡れたあさり、新聞紙ですね、はい、をこうやって上からかぶせてあげると、よりまた、塩を、はい、出してくれます。はい、ということなんですね。時間なんですが、だいたい2時間以上はつけておく方がしっかりと砂が出ると思いますよ。こうしてですね、砂抜きをしっかりしておけば、あとは簡単ですね。はい、はい、では早速調理していきます。はい、最後ですね、取り上げるときはこう貝殻こすり洗いすると、より綺麗になります。はいはい、塩抜きしたあさりですね。をこのように。はい、まずあさりを置いていただきます。はい、そしてその上からこれは春キャベツですね。さっとまんべんなく広げておいてください。はい、はい、このように入れていただいて、さらに調味料も一緒に加えていくんですよね。はい、まずオリーブオイルですね。はい、オリーブオイル適量です。はい。でさらに白ワインですね。はい、白ワインは 50cc 入ります。でお水も適量で、少し加えた方がいいんですね。そうですね。でここにバターですね。はい、バターが 10g 入ります。はい、バターもこういった形でもう置いとってもらえば大丈夫です。はい、でこれに蓋をしていきます。で蓋をして、はい、加熱していきます。火力はどれくらいがいいですか？そうですね。まず強火で、沸点まで持っていって、それからちょっと、火力を少し抑えて、中火ぐらいでゆっくりと、入れていったらいいと思います。はい。1、2分経つとあさりが開いてくるんですよね。そうですね。はい。それまで時間がありますので、今日紹介しています旬の食材について、ご紹介していきます。まずは春キャベツですね。春キャベツ。こちらの少し外側の葉がこうふっくらと柔らかく包んでいるのが春キャベツになります。お隣の少し平らな形になっているのが冬キャベツと言われる一年中スーパーに並んでいるキャベツがこちらなんですけれども、実は種類が違うんですよね。春キャベツ、中心は詰まっていますが外側の巻きは緩くて葉はみずみずしく柔らかいのが特徴になります。でこのキャベツはビタミン U が豊富なんです。胃酸の分泌を抑えて胃腸の粘膜を整えてくれます。よく揚げ物と一緒に千切りのキャベツ添えられていますが、ちゃんと理にかなっているんですよね。さあそしてもう一つの食材がお隣にあります。アサリです。アサリは血液を作るために必要な鉄分、そしてビタミン B12 が豊富ですよ。もう一つタウリンというアミノ酸も豊富で、このタウリンには血圧を正常に保つ働きがあります。他にもカルシウムやカリウム、亜鉛などミネラルも多いので非常に栄養価が高い食材なんですよ。今日はこの美味しい旬の食材2つを使ったメニューを坂本さんに教えていただいています。さて今、ワインとバターを加えて蒸している状態ですよね。ちょっとまだまだ、今ようやく沸点に届いたぐらいですかね。で今どんどん蒸してますので、このようにですね蓋をしてなるべく開けないように、頻繁に開けると熱が逃げますので、どうしてもこう時間がかかります。ですからなるべくこうやってですね蓋をした状態で少し、蒸していければいいかと思います。アサリって結構お酒で蒸す料理ってあると思うんですけど、今日はワインを使ってそうですね。もう全然お酒同様ワインで、蒸すことで全然美味しくできますので、そこはもう全然問題ありません。そろそろ。さあ少しね貝がこうぶつかる、クツクツという音も聞こえてきていますが、もうだいぶこうやってもうキャベツはですねこうやってもう早いですので、でも下見てもらったらわかると思いますが。アサリの方も開いてきてますので、そうですね。キャベツからまた少し水分も出ていますね。ちょっとこうやってキャベツ下の方に下ろしましょうかね。このアサリからもね、いいエキスが出て、このスープまで美味しそうですよね。もうしばらく。ちょっとお待ちください。少しまだそのキャベツに。火が通って柔らかくなるまで。そうですね。でも今のもう、キャベツはもう柔らかいですので、もう今これぐらいでも十分、食べれますので、少しまだ貝が開いてないのがありましたのでちょっと待ってください。いけます、もういきますので、では上がりました。しっかりふっくらと。そうですね。では火を止めていただいて、ここで塩コショウで味を整えていきます。本当に味付けはこのあっさりと塩コショウだけでいいですね。あっさりと、塩コショウだけでいきます。で塩コショウしていただいたら混ぜていただいて完成になります。今日は坂本さんに春キャベツとあさりのワインバター蒸しを教えていただきました。ぜひ皆さん今食べてほしい旬の味わいをご家庭でお楽しみください。あさりの旨味がキャベツに染み込んでいますよ。では5人分の材料です。春キャベツ 150g、 あさり 300g、 白ワイン 50cc、 バター 20g、 オリーブオイル、水は適量です。そして最後に塩コショウ少々加えて味を調えてください。